世界へ向けて日本のハウスミュージックを紹介するプログラム、ハウスピープル。これから毎回素敵な DJ、そしてプロデューサーの方々をゲストに招いてインタビューをお届けしていきます。ナビゲートを務めさせていただきますのは、ハウスバイオレンスの、辻、私です。と、アウンノンシーズンから、吉堀野さん。この二人で、インタビューを、お届けしていきます。で、記念すべき第1回、今回ですね、は、サトシフミさんをお迎えして、番組をお届けしてまいります。サトシフミさんといえば、国内にとどまらず、世界のハウステクノシーンでは知らない人はいないというほどの著名プロデューサーで、これまでイギリスのベッドロック、ベルギーのウィープレイハウスレコーディングス、アルゼンチンのサッドビートミュージック、アメリカのキングストリートサウンズ、ドイツのゲットフィジカル、そして国内では当番組のホストの一人である、吉堀野さん主催のアンノーンシーズンなど、有力レーベルの数々から作品をリリースされています。そんなわけで、改めてサトシフミさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。ね、早速インタビューに、移らせていただきたいわけなんですけれども、はい。フミさんの音楽といえば、ハウスの曲でも、テッキーな、サウンドのトラックでも、まあ、非常にこう、はい、エレガントというか、上品でこう端正な作風っていうのが特徴だなというふうに、個人的に感じるんですけれども、まずはその音楽的なルーツですね、影響を受けた音楽などが、あると思うので、そこら辺から教えていただければなと思うんですけど。そうですね。まあ、まあ一番幼少期、一番最初にその出会ったエレクトロニックミュージックっていうと、やっぱり YMO になるんですよね。僕らの年代だと。やっぱそれが10代の、そうですね、11、2歳ぐらいの時に出会って、でそこからまあそういう電子音楽に興味を持ち始めて、それからまあニューウェーブ行ったり、シューゲーザー行ったりっていう中で、まあその中でちょこちょこ、まあ、民族音楽だったり、そういうものにも興味持って、いろいろこう、そうですね、あの頃のニューウェーブっていろいろそういうなんか民族的なもの、民族音楽だったりそういうものを取り入れてったっていう、うん、ブライアン・イーノだったりそういう経緯もあって、まあ、だからなんて言うんでしょうね、もういろんなものをこう面白いと思ったものは何でもこう聞いてきちゃったっていう感じですかね。なるほど。まあそういう意味ではこうロックみたいなこう音楽、まあニューウェーブってやっぱロックの一派だと思うんですけど、うん、そういったものもベースに、はい、お持ちだと。そうですね。なので、そう、ニューウェーブはずっと聞いてましたね。まあ聞いてたし、やってもいたんですけど。うん、やってもいた。ということはこう、ミュージシャンというか、バンドの経験とかも終わりっていうことですか？そうですね。バンドをずっとやってましたね。パートはどういう楽器を？パートは、まあほぼほぼ、まあほぼほぼ全部というか、まあ、そもそもがそのオリジナルしかやってなかったんで、でまあ作曲も自分でやってた感じなので、まあそういう中で、まあ必然的に自分ちょっと楽譜とかを書くのが苦手だったんで、はい、もうデモを作ってそれをバンドのメンバーに配って、この通りやってくれみたいな。そういうスタイルだったんですよね。なので必然的に、まあその楽器も、まあ全てのパート、とりあえずは一通りできないといけないなっていうので、まあ独学で全部、まあやってみて、例えばドラムだと、まあそのデモではリズムマシンを使って打ち込むわけですけど、はいはいはい、実際人が叩けないパターンを打ち込んでも、実現できないじゃないですか。だから、はいはい、あ、こう来てたら、これ手が足りないからこっちできないよねとか、逆にその人間ができるものを制約としてこう打ち込んでいくみたいな、うん、そういうところでも作ってたりしたので、うんうん、そういう感じで、その、うん、だ各楽器、まあなんとなくは全部できるようにはなりましたね。ということは、その音楽を作られ始めた頃から、うん、まあ、今でいう DTM ですよね。そうですね。ね、それで、こう、ご自身の作品をもう
ご自身である程度完結させてしまうっていう作り方、まあ、今の制作の方法のバックボーンになってるのかなと思うんですけれども。うん、まあ、そうですね。基礎的なものは、ほぼほぼそこで多分もう作られちゃったっていうか、作り方とか、かな、かもしれないですね。ね、ミキシングとかもやられ自然にやられていたわけですもんね。そうですね、やってましたね。当時はカセット MTR、 4ちゃんのカセット MTR と、そうですね、はい、そうですね、カセット MTR 最初は4チャンネルで、はい、でそこからアップグレードして8チャンネルになりみたいな。いや、なかなかね、今、はい、ね、もうトラックなんて無限に DAW で作れるわけですけども。もう、当時は大変でしたね、まとめるのが。そうですね。はい、まあ。そういったこの制作の、まあ、スターティングポイントがあって、ハウスミュージックとかテクノミュージックっていうものに、こう、興味関心が移られていったのは、どういうきっかけがあってのことだったんでしょうか。そうですね、多分、まあ、そうやって何年かやっていくうちに、まあ、例えばそのシューゲーザーとかの世界だったら、あのアンドリュー・ウェザーウォールとコラボしてたりとか、そういう流れでこう、多分まあイギリスがメインだったと思うんですけど、そういうクラブミュージックとロックだったり他の音楽とこう結構ミクスチャーっていうか、ミックスしていってる時期がやっぱり訪れてきて、そういう中で、まあ、やっぱりそういう四つ打ちだったりそういうのにすごい興味を持ち始めて、はい、で、たまたま知り合いにそういう好きな人がいたんですよね。で、その人に、まあ、クラブに連れてってもらったというか、ちょっと流れで、ちょっと行ってみないかみたいな感じで行ったのが、はい、行ってそこで、まあ、四つ打ち、まあ、テクノですね。に、はい、ハマってしまったという、出会ってしまったというか、90年代の初頭ぐらいとかですか。そうですね、それぐらいですね。箱は、うん、じゃあ芝浦ゴールドとかそういうところなんですか。いや、もうちょっと後だったのかな。多分最初に行ったのってケーブとかあの辺だったと思うんですよね。ああ、なるほどなるほど、はい、でまずはテクノだったんですね。最初はテクノでしたね。で、それをこうご存知になってから、ご自身でも、いわゆる四つ打ちのダンスミュージックっていうものをプロデュースされるようになったと。そうですね。まあそこで、まあ初めて聞いた、こういう音楽で、こうバイナルでっていう、まあ、かけて、あ、こういうあれなんだみたいので、はい。これって自分が持って、ってる機材でもできるよねみたいな。はい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 、はい。で、もうその日のうちに家に帰ってから、うん、ちょっとなんか作ってみようみたいな。へえ。そうですね。な感じで始まっちゃった感じですかね。それまでこうミュージシャンというか、こうバンド、ニューウェーブ系のバンドとかそういったものをやられてたフミさんが、そのテクノの現場で、バイナルで DJ がこう、うん、かけてるあの姿を見て、やっぱそれはそれですごいかっこいい、サウンドも含めかっこいいみたいになったわけなんですね。そうですね、うんうん、まあ第一にその、まあ、音楽にすごく惹かれたっていうのがやっぱ最初の、あ、こんな音楽あるんだみたいな、うんうん、へー、こんなに踊る人がいっぱいいて、はい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 、これあの独自な雰囲気と、はい、これ、あ、このクラブカルチャー的な、みたいな。あ、すごいなと思って。新しいものだったわけですね。そうですね。で、そこからこう DJ をやろうっていうんじゃなくて、作ろうっていう発想がこう、面白いところですよね。そうですか、でも、そうか、そうかな。うん。まあ、でも直結しちゃったんですよね。あ、こう、うん、この音楽は自分が今持っている機材で即できるな、みたいな。どういう機材をお持ちだったんですか。まあでも簡単な、あの、リズムマシン、まあ、シンセサイザー。はい。まあ、じゃあ当時はそれをメインで、どんどんまあ、MTR で重ねていって作ってるみたいな感じでしたね。ちなみにリズムマシンは、ヤマハの。リズムマシンはね、はい。RX もあったし、はい。あとは、
TR もいくつか、まあ、626とか。ああ、いいですよね、626。はい。ただね、909はね、持ってなかったんですよね。もうその頃高いんじゃないですか、909ね。高かったですね。もうその頃買えなかったですね。まあ、周辺のね、626、505とか。50、そうですね。そのあたりで頑張ってましたね。なるほど。あとは、はいはいはい、はい。そうですね。あとは、シンセサイザーは、最初は、まあなんか、ローランドの JX とか、そのあたりを使ってたんですけど。はい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 。そこからだんだん、JD の800っていうのを使ってたり、うんはい、で、プロフェット行ったりみたいな。うん、うん、うん。そうですね。まあ、最終的にはプロフェットで落ち着いたのかなっていう感じなんですけど、そうやってこうトラックを作っていかれて、こうご自身の作品のデビューというか、四つ打ちの音楽のプロデューサーとしてのデビューのきっかけっていうのはどういうところだったんですか？結構でもそのちゃんとしたレーベルから出たっていうのはおそらく何年だったのかな西麻布のイエローがまだあったときに、はい、レベルを持ってたんですよね。うん、ありましたね。へぇ、はい、工藤さんがプロデューサーというか、ね、はい、A&R とかになって、はいはいはい。はい、DJ 工藤さん。アートマンか。アートマン。そうですね。アートマンですね。仕切っていて、レベルがあって、そこのコンピレーションに参加させてもらったのが多分その、ちゃんとした CD だったり、そのバイフィジカルになったのは最初だったと思うんですけど。うんうんうん。うん、そうですね。で、そこから、こう、いろいろ世界各国のレーベルとも、こう、お付き合いというか。そこから結構しばらくは、なんかまあ、そんな感じで、まあ、DJ やらせてもらったり、うん、あと、ライブで、ちょっとそういうイベントに出たり、みたいなことをちょこちょこやって、バンドと並行してやってたって感じですかね。へぇー。しばらく。じゃなくて、バンドもやられてたと。はい、バンドもやりつつ、こんなこともやりつつ、みたいのがしばらく続いていて、はい。で、なんだろうなぁ。で、まあ、ある時ディープディッシュのレベルに送ってみたっていう感じで、当時は CDR に焼いて送るみたいな。そうですね。そしたら1週間ぐらい返事が返ってくるみたいな、そしたら あの時1ヶ月ぐらいかかったの。1ヶ月今じゃ考えられないはい、タイムラインですね。でメールが来たみたいな、突然、はい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 、おめでとうみたいな、何をとってみたいな。We can do this みたいな感じですよね。マジ、ディープディッシュマジでみたいな。そうですよね。びっくりしますよね。はい。やっぱりディープディッシュのレーベルからリリースされた、こう、ご実績っていうのが、はい、世界各国のレーベルと次々とつながっていく礎になったっていうことなんですか？あ、まあでもそれはあるかもしれないですね。うん、そのうんうんうん、やっぱり、まあ、簡単な知名度というか、うんうんうん、その先、後に出す、まあ、話をするときでも、ああ、そこから出してる人ね、みたいな。うんうんうん、まあ、その、わかりやすく自分を紹介できるというか、そういう、そうですね。そういう意味では、うん、でも、ディープディッシュのとこに送ったきっかけも、はい、まあ、レーベル自体、最初、よしとしっていうレーベルで、まあ、でもよく見ると、いろんなタイトル出してるんですよね。うん。そうですね。いわゆるプログレッシブハウスだけじゃなくて、結構ディープハウス的なものも出していて、うん、そうですね。ミゲル・ミグズとかも出したりしてるんですよね、実は。そうなんですね。そうなんです。じゃあもう、生徒リサ・ショーと一緒にやってるやつを。そうなんですよ。出してるんですよ。うん、っていうところで、意外と幅が広かったんですよね。はい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 。で、まあ、その中で自分も、まあ、いわゆるちょっとひねったトラックというか、うんうん、そういうものを、いわゆるプログレッシブハウスじゃなくて、ちょっと違う角度のものっていう路線で、うん、まあ、こういうのも
どうですかみたいな感じで送ってみたら、まあ一応選んでもらえたっていう感じで。いや、素晴らしい。そうですね。今やその、もう本当にあの冒頭で、ね、あの視聴者の方々に説明しましたけれども、まあ、あの本当に、あれは一部、あの本当にいろいろな国の、いろいろなレーベルからあのリリースされているふみさんですけれども、はい、でね、なおかつ、ディープアートってあのエージェント、ヨーロッパのエージェント、ね、はい、やっていらっしゃったりとかで、まあ、そういったこう世界各国のレーベルであったり、プロデューサー、エージェントたちとのこうコネクション作りとか関係性の維持っていうのはこうどういうふうに行っていらっしゃるんですか？ただほとんどその知り合った人たちっていうのは、まあ、きっかけとしては多分全部やっぱりその自分の作品つながりなんですよね。うん、作品さん、あの、うん僕の曲を例えばその、コンピレーションなりだったりミックスショーだったりでプレイしてくれて、でありがとうってメール打ったらそこから本人からコンタクト来るとか、はいはいはい、あとはもうその作ってる作品を聞いて、じゃあうちのレベルで次にこの曲あるんだけどリミックスしてもらえないかとか、あ、そういう感じでつながってる場合がほとんどなので、うん、何もなくてこっちからおはようみたいな感じでっていうパターンは ほぼほぼないので、やっぱりその、うん、自分が今まで作ってきた作品があってそれを聴いてくれたりプレイしてくれたりしたくれたことからこう全てが派生しているというか全てがつながっているというか、うん、やっぱ作品ありき、まあ、自分の場合その特にやっぱりその別に誰か有名な方と直接お友達なわけではないですし何かって言ったらもう作品しかないんですよね、そういう人たちと出会うとしたら、うんうん、なのでやっぱりプロダクションありきでしか自分にはないと思ってるので、その無数にあるレディオショーとかをやはりこうチェックしてあのプレイされたらやっぱフィードバックを送るっていう、そのね、なんというんですかね、几帳面さというかアンテナの高さというか、あ、そういうのはね、うん、こまめさはないです。あ、そうなんですね。意外いやでもそのいわゆるやっぱりどこでかけてくれたとかいうのも多分あのうん、それはこうちょっと有名な方のしかわからないというか、うん、まあ、それもあの自分がチェックしてるんじゃなくて、うん、例えば SNS 上とかで、はい教えてくれる人とかいるじゃないですか。はいはいはい。まあ、タグ付け機能ありますね。あのトラックプレイされてたよ、おめでとうみたいな。そういうのをたまたま見つけるとか、そういうレベルなんですけど、うん、本当にみたいな。へぇ、うん、なるほどなるほど。まあ、今ね、インターネットがありますから、うん、やっぱりまあ、そういう意味では非常に便利になりましたよね。うん、でそのやっぱりプロダクションありき、うん、作品ありきっていうところで、あの、ふみさんのリリースペースを拝見しているとですね、はい、あの、作品のリリースペースが非常にスピーディー、かつ、どれも粒揃いのクオリティだなというふうに、僭越ながら感じるんですが、あの、どんなペースで曲作りをされてるんですか？おそらく、あの、はい、めちゃめちゃ早かったのは、うん、多分、10年ぐらい前かな。まあ、めちゃめちゃ多分、いっぱいやってたんで。でも、ここ数年はおそらく、年に2、3枚シングルとかと、あと、プラスリミックスが数曲っていう感じだと思うんで、多分曲数にしたら年に10曲とか、10何曲ぐらいだと思うんですよね。オリジナルが多分5、6曲。いや、それでも、なしたらすごいなと思うんですけど。あ、本当ですか。あ、いや、いや、クオリティとか。月に1曲作ればいいですよ。まあ、そうですね。そのクオリティっていうものも考えに含めると。はい、ああ、なるほどね。はい。すごいな。ちなみに、その10年前にやたらいっぱい作ってたっていうのは、どのぐらいのペースで、月に5曲とかですか？ 5曲？まあ、その、オリジナルっていうことじゃなくて、多分あの、リミックスをすごいいっぱいやってた時があるんですよね。はい。その時はもう、うん、
あ、でもそういうのも月に3、4タイトルぐらいなのかな、とか言ってたのかな。すごい。っていうか、断らなかったんですよね。はい。うん、うん。とりあえずその自分の名前を載せられる媒体として、まあ、仕事として、はい。とか、とりあえずはそのビートポートなりどこなりにもリリースされるってことは決まってるわけじゃないですか。うん、リミックスのオファーが来てるってことは。そうですね。うん。で、まあ自分の実績を作るっていう意味でもそうだったし、あとは、うん、まあいろんなタイプの曲が来たんで、はい。それを自分がどういうふうにこうアレンジ していくのかっていうのは、まあ自分の勉強にもなるかなと思ってた時期があったので、はい。もう大小問わず、ほぼほぼ全て引き受けてましたね。その時期はこうスピーディーに制作するコツみたいなのってあるんですか、曲って。あ、まずイメージ、この曲をどういう風に仕上げたらいいかっていうイメージがポンとくれば、うん、そこからは早いんですけど、うんうん、それが来るまでに時間がかかるもの、ほぼほぼ大体すぐイメージつくんですけど、たまに、はい、右往左往するときがありますけど、そのときは1ヶ月ぐらいとかかかっちゃったりっていうのはあるんですけど。それでも1ヶ月。大体の場合はもう骨組みとかまでは、1週間以内にできますね。7、8割は、もう固めちゃうかも。ですかね。ふみさんの曲を聴いてると結構 MIDI を使ってらっしゃるというか、今オーディオサンプルっていっぱい便利なの売られてるじゃないですか。あ、そういうのをこうペタペタ貼り付けてやるっていうのは、では決してなく、やっぱりこう弾きの要素であったりとか打ち込みの要素っていうのは非常に多いんじゃないかな。そうですね、サンプルのそういうものを使うってことはないですね。ないですね。全て打ち込みですね。ミディって言うんですよね。そうですね、うんうんうん。サンプルで使うとしたら、その、まあ、パーカッションの、ループとか、の自分の気に入ったところを切って使うとか。はい、はい、はい、はい。っていう感じです。まあ、丸々使うっていうのもあんまりないし。はい。うん、まあ、そうですね。まあ、シンセとかそういうものに関しては、うん、そういうものを、サンプル音源を使うってことは、まずないですね。なるほど。うん、ちなみに DAW 環境っていうのは、キューベースですかね。うん、キューベースがメインで、はい、やってますね。なるほど。今、後ろに映っているのは、ふみさんのスタジオの風景ですか。そうです。その風景です。こんな感じです。風景ですね。はい、風景が、まあ、写真で貼り込まれてるっていう。はい。あ、ローランドのリズムマシン、アイラの808の TR-8 とかですかね、あれ。あ、そうですね。奥にあるのは。そうですね。モニターはフォステックスですか、はい、スピーカーは。モニターは、これはヤマハの、あ、ヤマハのですね。まあ、家では、まあ、こんな感じで。あ、じゃあ、マスタリング、アンノンシーズンにはマスタリングエンジニアとしても、こう、携わってらっしゃるわけですけれども。はい。マスタリングもこのモニターでやられてる。ああ、そうですね。でも、ほぼほぼこれでやってますね。低音の要素とかって分かるんですか？低音の要素は、もう、はい、うんうん、勘です。勘？経験です。ということは、昔やっぱりご自身で作られた曲リリースされたけれども、フロアで聴いてみると、やっぱりちょっとバランスが、点々みたいなことってあったんですか？ありました。ああ、やっぱり、ふみさんでもそんなことがあったんですね。ありました。あって、打ちのめされて。はい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 、はい。ああ。っていう。そこからまた頑張ろうって思ってある種やっぱそういう経験を繰り返していくことによって、どんどん感も養われていくし、いい音が作れるようになっていくっていうわけなんですかね。うん、やっぱりそれはあると思いますね。うんうんうん。うん、まあ現場っていうのもでも難しいんですけど、その現場環境も、箱によってなりとか全く違うので、そうね、まあ、じゃあどこにうんなのかっていうのもあれなんだけど、うん。でもやっぱり低音成分ってどれぐらい絞ったらどんな感じなのかっていうとか、うん、やっぱり、うんうん、
現場で覚えるしかないっていうか、はいはいはい、まあ、曲によっても違うんですけどね、そのキックとベースの絡みによってそうですよね、うん、うん、違うんですけど、うん、その辺は多分やっぱりその、まあ、マスタリングだけじゃなくて曲を作ってるミックスする時点からそういうものを意識して作らないと、うん、あのよくマスタリングでなんとかなるだろうって思ってる人もいるかと思うんですけど、まあ違いますよね。なんともまあある程度までは補正できますけど、はい、うん、いや無理やりやったところで、うん、原音の音とは全く多分狙ってるとこと違う音になっていくって、はい、よくマスタリング終わってね、あこんな感じになっちゃったのっていう違和感って多分そういうところにあると思うんですよね。じゃあやっぱある程度ミキシングプロダクションとかミキシングの段階できちっと自分の目指そうと作っとかないと、あそうですね、まあ厳しいですけどね、でもね、まあ最初からそうはできないとは思うんですけど、うんうんうん、やっぱ意識してると本当にあの自分の思い通りのマスタリングというか、まあ自分が思って、うん、自分が今作ってる音とマスタリングされて上がってきた音の差がそんなにないというか、うん、あやっぱそれがベストじゃないですか、はい、そうですね、うん、差がよないしより良くなっているっていうところがやっぱり一番だと思う、はい、うん、いいと思うんでね、うん、うん、そうなんですよ、だからうん、まあ、ある程度まで曲ができてきたら、あの、はい、簡単な、今、マスタリングツールって簡単なものいくつもあると思うんですけど。オゾンとかですかね。うん、オゾンとかでもいいと思うし、だからああいう、うん、まあ、本当簡単な話、プリセットでもいいと思うんですけど、そういうものは、あの、マスターに挿してみて、例えばハウス作ってる人だったら、うん、ハウスのプリセットでも使ってでもいいですけど、はい、ちょっとそういうものをマスターに挿してあげて、音作り、うん、重ねていくと、まあ、大体 の, そのコンプレッションだったり全体的なイメージって大体こうかかってくる、こうなって最終的な感じになるのかなみたいな音像をこう想像しながら作っていくと、うんうん、まあ、そのマスタリングが上がってきた時とこう今作ってるものの差がそんなに生まれないかもしれないですね。あの僕も自分自身の曲をあの海外のレベルとかに送ってマスタリングから帰ってくると、うん、はい、大抵結構あのちょっと広域が派手になって帰ってくるみたいな。ああ。中広域。まあ僕の作る音がちょっとこう、あの、もこっとしてるのかもしれないんですけれども、うん、やっぱ、クミさんのあの、マスター、まあ、アンノンシーズンの作品とか聞いてても、やっぱりこう、ある種のきらびやかさというか、ツヤ感みたいなのがあるなと思うんですけれども、うん、具体的にどういう処理をされてるんですか？ちょっとマニアックな話ですけど。いやいやいや。自分の場合はあれなんですよね。逆に、はい、あの、ブーストって、ってほぼしないですよ。なんと、はい、実は、はいはい、あの、出過ぎてる音をどんどん削っていくっていうやり方なんで、へー、はい、要するにその今フラットで聞いてる音が、まあ、実際の現場だとすごい増幅されて出音になるわけじゃないですか。はい、ってことはちっちゃいピークタイムの突出してるところが1だったものが例えば10だったり100だったり1000だったりになってドーンとこう現場では流れるわけで、なのでそのちょっと突出している部分っていうのを見つけ出して、うんうん、はい、それをどん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 削っていくんですよね、その部分だけを。へー、なのであの要するに原音の、うん、音の感じは残したまんまで出過ぎてるとこだけを削っていくので、でよくね皆さんあのマスタリング上がった後に送って言ってもらえるのが、まあその原音の感じのまんまいい感じに上げてきてもらえてよかったっていうのを結構伺うんで、それって多分そういうところであって、はい、へー、自分のマスタリングっていうか、まあそのね、本当のマスタリングエンジニアの方には、あれ、怒られちゃうと思うんですけど。いえいえいえ。いわゆるその、まあ出過ぎてるところをうまく補正してあげて、あとはまあ全体的に膨らんでるところ。うんうん、まあ中低域あたりはやっぱりどうしても音が固まるところなんで。そうですね。その辺をどういうふうにケアするかっていう
その辺はそのどっちのフレーズを生かすとか、その多分フレーズ、この人はこのフレーズすごい大事なんだろうなとか、じゃあこっちの方を生かして、どうしてもどっちかを生かすとどっちか殺さなきゃいけないとか出てくるって、はい、はい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 、うん、ね、その辺のまあ許せる範囲というか妥協点をこう生み出して、まあ、全体的なバランスを取っていくっていうのが自分のやり方なので。なるほど。そうです。だから作り込んでいくっていう、うん、よくマスタリングで作り込んでマスタリングしていく人も多分いると思うんですよね。うちのマスタリングこういう音だよみたいな。はい、うん、そうです。かっちり、うん、低音かっちりこんな感じで、この感じでやりてほしかったらうち頼んでねみたいな、多分そういう人もいると思うんですけど、うん、自分の場合はそうでもないので、うん、うんうん、やっぱりそのアーティストがどの辺の音を狙って作った音なのかっていうのが一番大事で、うん、例えばそのニューヨークハウス系のものなのか、うん、がっつり硬いテクノで来てるのか、うん、はたまたローハウスなのかみたいな、はい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 、その辺のイメージ、その作り手のイメージがどういうところを狙って作ったのかがまず最優先で、じゃあそれに合ったじゃあどういう音作りなのか、どこをどう削ったらいいのかっていうところを考えながらやってるって感じですかね。なるほど。面白いですよね。ふみさんご自身がアーティストでいらっしゃるのに、そのやっぱりマスタリングエンジニア、エンジニアとしての視点もお持ちでいらっしゃるってことですよね。ああ、でも逆にそれは多分、うん、自分がもう音作りしてるからそうなるでしょう ね、きっとね、うんうん、よくある、自分もたまにあるんですけど、めったにないんですけど、やっぱりすんごい硬い音になって帰ってくる時あるんですよ、ね、ああはいはい、いやそこまで硬くないよねみたいな、この曲のイメージとしてみたいな、うん、多分それってそのまあそういうずっとやられてる方のそのエンジニアの思考性というか、はい、おそらく多分そういう音しかやってない人はやっぱりそういう音しか多分引き出しがないと思うんで、うん、多分その人に柔らかい感じでやってって言ったところで多分難しいと思うんですよ、うんうん、だそういうところでまあ自分とかね、まあ、やっぱり柔らかいハウスも好きだし硬いテクノも好きだしっていうところで、多分その、うん、まあいろんなこう聞き方ができるので、おそらくそういう、あ、ここじゃないのかなっていうところをこう自分なり分析してやらせてもらってるんで、はい。まあそういうところで多分外れがない限りは、おそらくは、うん、まあいい感じにはいけてるんじゃないかなとは思うんですけど。ちょっと話が前後するんですが、なぜこうマスタリングエンジニアとしても活動されてるんですか、うん、動機というか。あ、それ、は堀野くんに頼まれてまあでも僕、まあ、さっき2人でね話し合ったように、まあふみさんはやっぱもともとやっぱアーティストなんで、で、うん、マスタリングもまで自分でやってそのデモとしてもかけたいっていうね、クラブセットにも、もちろんそのかけてみて、で反応を見て、でそれをフィードバックして自分に、でまた曲作りに関してデモをそのよくしたりとか。で、これでじゃあ OK だったら、じゃあリリースに向けて、その、作り直すとか、なんかまあいろいろ、それがうちのレーベルだったり、他のレーベルだったり、多分してると思うんですよ。で、そういう視点が常にある人だって、まあ僕もプライベートで一緒に DJ することもあるし、こうやって共作することもあるし、で、もう、ふみさんのまあ、なんだ、引き出しも少しずついろいろ理解して、長年も約10年の付き合いの中で、で、それで DJ も制作も、で、こうやってレーベルの、その、まあ、リリースの話し合いもよくするし、で、いろいろやってる中で、その、お互い多分、あ、うちのレーベルはこういうことやりたいんだなとか、まあ、ふみさん、うん、もう、うちの音、うん、ほとんど聞いてくれてるから、分かってくれてるし、そうですね。そう。だからそこのなんか、通貨じゃないけど、信頼関係みたいなところが、言葉なくても分かるっていうか。まあ DJ も、そうですね、そう DJ もいっぱいやってるじゃないですか。でツアーも回ったりとか、で、都内でもいろいろやったりとかして、あ、お互いなんか、あ、俺はこんな DJ だ、あんな DJ だって分かってるとか、多分その世界観みたいなのは、すごく、まあ、お互い話さなくても理解できて、そこで、なんかその、さっき言った、アーティスト寄りの
トゥミさんはそのエンジニア気質もあるけど、もともとやっぱりアーティストだし、で、他人の曲もやっぱりアーティストとしてちゃんと聴いて、あ、こういうことやりたいんだな、ああいうことやりたいんだなって音き、出来上がった音聞いて、多分想像してるね。こういうふうにしたいんじゃないのか、この人もしかしてと。そういうのなんか、イメージしながら、多分その EQ で。EQ ってもともと、さっきフミさんも言ったけど、出てるとこを削るものが EQ だから、本当は増幅するっていうのは、まあ、ありだけども、基本そういう原理で、その、絞るためにあるのが EQ のつまみだから、それをフミさんがまあ、そのまま普通に、まあ、普通じゃないんだけど、ある種はいいんじゃないかっていうので、アーティスト性に乗っ取ってやってくれてるっていうのが、僕はすごく共感できて、だからフミさんにお願いしてる部分もあるんですよ。なるほど。で、仕上がりももちろんみんなその、まあ、都度みんな、ああ、すごく最高って言ってくれてるんで、ああ、やっぱりフミさんにお願いしてよかったって、いつも思って、ね、いろんな無理も聞いてくれてるんで、いえいえ、ありがたいです、本当に。本当にね、はい、アンノンシーズンのあの質感は、やっぱフミさんのマスタリングによる部分も大きいんじゃないかなというふうに。大きいです。感じて、素晴らしい音作りだなと。フミさんご自身のトラックもね、やっぱり素晴らしい音だなって、本当に毎回思うんですよ。いえいえ。だから、やっぱりその、ある種の作風みたいなのってあるなって思いますよね。そう言っていただけると、ありがたいです。まあ、そんな、こう、サトシフミさんの、こう、アーティストとしての、こう、まあ、今後の展望であったりとか、まあ、今年、年内の活動予定みたいなものがあったら、最後に教えていただけたらな、というふうに考えてるんですけれども、いかがでしょうか。ちょっとね、まあ、早く、ワクチンみんな打って、早くね、戻るといいんですけどね。状況が。まあ、全部そういう、海外のツアー関係。ああ。うん。流れたままなので。そうどうしたらいいんだろうか、みたいな。ね、まあ、何かやっていきたいとは思ってるんですけど。ちなみに、そのコロナがある程度収束というか解決した後には、ふみさん的に、まあ、世界を巻き込んでこんなことやりたい、みたいな、こう、イメージとかってございますか？そうですね。まあ、いくつか今、中なってるプロジェクトもあるので、そういうものが、まあフィジカルなり、何なりいろんな形で、多分、まあ年内、来年頭とかには多分まとまってくると思うので、本来であればそういうところでまたツアーだったりとかっていうのを本当は企みたいところなんですけど。ですよね。微妙なところなんですよね。まあ、もうこれは神に祈るしかない領域なのかもしれないですけど。とはいえ、まあ、作品も、そうやって、ね、展望があるということなので、私個人的にも、非常に楽しみにしておりますので、はい、はい、楽しみにしててください。はい。また、こういったインタビュー会があれば、その時はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい。現場にも遊びに行かせていただくで。そうですね。現場で本当は会いたいですね、はい、またね。そうですね。はい。はい。じゃあ、そんなわけで、サトシフミさんへのインタビューをですね、40分ぐらいになっちゃいましたかね。そうですね。はい。ちょっと、どういうふうにエディットがかかるかはわからないんですけど。ああ、なるほど。はい。了解です。非常にですね、第1回を飾るのにふさわしい、充実した、マニアックな、ね、ネタも含んだ、はい、非常にね、分厚いお話だったかなと。思っております。トシフミさん、改めてありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい、では、ハウスピープル、初回、こんな感じで、終了させていただきます。第2回も、素敵なゲストをお迎えする予定なので、引き続きよろしくお願いします。お願いします。お願いします。